日本鉄道205-5830型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、日本鉄道が1898年に、イギリスのダブスから2両を輸入した、車軸配置4から4から0の天田機関車で、DBT2-4 型と称された。この車軸配置の機関車としては、 非常に得意な構造を持ち、常磐単電産の低質単を燃料とするため、うっ式に近い高化質と燃焼質が採用され、ボイラーの電熱面積と飛行子面積の比が非常に小さい。この過失を避けるため、第1、第2導輪間距離は、PBT2、4型と比べて 203mm 延長されている。同時期に導入された、車軸配置4から6から2の DB3。 6系タンク機関車とは、系列設計である。炭水車は、当時のイギリス製機関車としては、珍しいダブルボギーの4軸型で、石炭の積載量は5.5トン、水の積載量は13.6立方メートルと、非常に大きく取られている。これは、低質炭を燃料とすることから燃費が悪く、大量に積載する必要があったためである。 国有化後の1915年には森岡工場で過失の奥行きと幅を小さくする改造が行われて燃焼室も撤去された。同時にシリンダ系を小さくし使用する蒸気圧力も増大された。全国で良質な歴生炭が燃料として使用されることとなったため本形式のような経済性の悪い機関車は必要なくなり、 1922年7月に二両とも廃車解体された。廃地は一貫して原の町であった。ありがとうございます。